はい、ここのロゴですね。こちらにも入ってるロゴなんですけれども、まあ、ちょっとあの別撮りで、はい、ここら辺に多分今パッてロゴ出ると思うんですけど、はい、こちらのロゴの方も特殊な形だと思うんで、うん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 、どういう経緯というかバック背景があってこのロゴになったのかっていうのをちょっと聞いていければなと思います、うんうんはいはい、このロゴが、よく見ていただくと、という前に僕まず元山って、まあ、冒頭でもお話ししたんですけど元山っていうんですけど元気の元に山なんですよ。その元山をこうくっつけるとこのロゴになるんですなんですけど、うんこれが、もともとうちが新しく始めた時につけたロゴではなくてうちの祖父が考えたロゴで、まあ、おじいちゃんが考えたロゴなんですよこれ、うんうん、だから前の、前身の会社というか、うん、その3代やってた会社が使ってたロゴ、うん、で僕らが新しく始める時にこのロゴくれって言って、うん、このロゴうちの会社で使いたいからくれって言ったらいいよって言われてじゃあ使うって言ってうちのロゴになったっていうそんなこう流れのある、はい、もう前歴史ですよね。そうですね、うんまあ、大切にしているロゴではあります、